皆さんこんにちは。3月2日秩父おもてなし TV 小泉智美です。さあ皆さんご覧いただけましたでしょうか。声優の茅野芽衣さんがですね、秩父乾杯共和国を巡っていただきました。私も、案内人として参加させていただきましたけれども、4回にわたってこの秩父地域のお酒を楽しんでいただいていますので、ぜひ茅野芽衣もチェックしてみてください。さあそれでは今日も春めいた話題などもありますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。それでは、ラインナップご覧ください。さあ3月2日、まずは秩父ニュースは、秩父の産業を支えた名泉ウォークが行われました。平和の鐘を鳴らそうプロジェクト、ヘリテージ美の山リニューアルの紹介、そして市役所インフォメーションは、地域政策課の過疎について考える。最後 PR 秩父は秩父出身のダンサー筒江瑠奈さんにお越しいただきます。今日以上のラインナップでお送りします。さあまず最初、秩父ニュースですが、マホラ稲穂山で先月2日から開催されている名泉展では、ジオパーク秩父の吉田健一先生を迎えて開催された、地形から学ぶ秩父の産業を支えた名泉ウォークが23日大盛況のうちに終了しました。森の美術館で行われている名泉展では、名泉の語り部として知られる木村和恵さんが提供する秩父名泉が多数展示されているほか、名泉ショップなどの販売も行われ、連日のにぎわいを見せていますが、秩父名泉を語る上で欠かせない絹を生んだ秩父盆地の風土をよりよく知ってもらう企画として、ジオパーク秩父吉田健一先生と展望エリアへ散策しながら、秩父盆地と秩父名泉の深いつながりが学べる秩父の産業を支えた名泉ウォークが23日開催されました。校庭に恵まれた展望エリアでは、武甲山まですっきりと見渡せる秩父盆地を眺め、多くの参加者が吉田健一先生の講話に耳を傾けていました。20メートル深いところ水が流れていると、この上の平らなところはどうしても水がなくなっちゃって、どうしても田んぼが作れなかったんですね。それで何にしようかって長い間多分考えて、で桑の木にたどり着いたんだと思います。右側のあそこですね、あそこは田んぼがあります。あの名前もですね、向こうは大田、田がつきますね。ここは舞田、まあ、そんなわけでですね、あの秩父これ見てもらうときに、今まで違って景色をこうに見るだけじゃなくて、ちょっとそういうところで見てもらうと、はい、ということでこちらマホラ稲穂山を舞台に行われました。現在こちらでは秩父紅も咲いていますので、お時間ある方お出かけください。さあ続きましては、お茶目で楽しく、住職の日常などを SNS で発信している札所13番次元寺の柴原住職、世界の平和を祈るために何かしたいと、3月1日正午に鐘を鳴らそうというプロジェクトをスタートさせました。昨日思いついたので、今、まあ、世の中がね、特に、ウクライナとロシアで、大変厳しい状況になっているので、何ができるかなと思った時に、あまり大きなことはできないけど、ああ平和を祈ることはできるなというふうに思いついたので、じゃあそれを形に表そうと思って、ああ鐘をつこうと、まあ、平和の鐘ということで鐘をついて、平和を皆さんと一緒に祈りたいと、祈る力を、信じて実践したいということで、これから鐘をつきます。争いうことで解決するのではなく、お互いがきっと心が平穏になれば、争いというのはなくなるんじゃないかなと、戦いでは何も解決しないんじゃないかなという思いがあるので、お互いにどのような立場であっても、皆さんが心が平和であるように、平安であるようにということをお祈りして、インタビューが終わると鐘の元へと移動した柴原住職。柴原住職は YouTube や FacebookTikTok など SNS を活用しており、この日もライブ配信を試みましたが、
ネット回線が安定せず、自らタブレットと携帯を使って撮影していました。そんな SNS で呼びかけた3月1日のお昼、住職は何度も鐘を鳴らしました。秩父市ではお昼のサイレンが旅立ちの日に変わったばかりで、リズムを刻むかのようですが、平和になることを祈りながらついた鐘は秩父盆地に鳴り響いていました。お寺だけでなく、神社や教会、家にある鐘でもいい、さまざまな垣根を越えて何かできることで平和を呼びかけたいと行った鐘を鳴らそうプロジェクト。 SNS ではこの取り組みに共感した人々が日本全国正午に鐘を鳴らしている様子がアップされていました。はい、ということで鐘を鳴らしていました。宗教やいろいろなこう垣根を越えてみんなで鐘を鳴らしていこうということで、ご自宅にある鐘でも OK ということでいろいろとされていました。さあ、そしてこの住職、ウルトラ、J チャンネルという YouTube やっていますので、こちらもチェックしてみてはいかがでしょうか。さあ、続きましては、先日のご出演の時に何とか生き残りたいサービスてんこ盛りプランが話題となっていました憩いの村ヘリテージ美濃山。今回はホテルにお邪魔して、雲海と紫陽花の宿をコンセプトに一昨年暮れにリニューアルしましたおすすめポイントを支配人の山本さんにご案内いただきました。皆さんこんにちは。憩いの村ヘリテージ美濃山へようこそお越しいただきました。こちらは、ちょっとエントランスになります。2年前のリニューアルの時に、コンセプトを大きく飛躍させまして、雲海と紫陽花の宿ということで、まず紫陽花園をここに設けて皆様をお迎えしようということで、ここにどうですか、こう綺麗な、本当に咲いてますというような感じですよね。はい、こちらで手続きをしていただいて、フロントで手続きをしていただいた後、これからさまざまな客室ですとか温泉等々ご案内を差し上げたいと思います。よろしくお願いします。こちらはラウンジでなっております。ご覧ください。これ雲海とタペストリーがずっとこう吊るしてありますけれども、これはですね、実際に美濃山から見える風景をイメージして、そして雲海をこうイメージして、リニューアルをいたしました。先ほど申し上げましたが、雲海と紫陽花の宿ということで、これ当館の、コンセプトになっております。非常に環境、眺めが、眺望もいい、その景色を室内にいてもこう雰囲気を感じられていただけるように、こちらを改装をいたしました。こちらが大展望温泉熊さんの湯でございます。こちらは女子の更衣室になります。こうやってスカイライトが取れてまして、非常にこうご覧になってお分かりの通り非常に広いです。感染症の観点でも非常に安心してご利用いただけるかなと思います。こちらはですね、時の湯温泉、手前どもの本体のヘリテージリゾート時の湯温泉を定期的に運び湯でお持ちしております。時の湯温泉の源泉は塩化物泉になっております。非常に温まるということで、大変好評いただいております。じゃあ温泉の方をご案内いたしますので、よろしくお願いします。こちらになります。そしてこちらがですね、大展望温泉熊さんの湯になります。どうですか、これご覧ください。
窓ガラスからもう眺められる、もう秩父の雄大な景色が見れます。この温泉は昨年の9月に、全面的にリニューアルをいたしました。で、こちらもですね、サウナがございます。サウナもリニューアルをしました。中をきれいに整えまして、はいですね。で、こちらに水風呂がございます。こちらの水風呂で整えていただくと。で、洗い場の数も、こちら全部で14箇所ございますので、ゆったりと、くつろうことができますね。ではこちらがですね、当館一押しのお部屋でございます。杉の間、十畳の普通の和室のお部屋から大きく、イノベーションいたしまして、一昨年の12月から、元気に稼働している私も一押しのお部屋でございます。ではそれからちょっとご案内をさせていただきますが、これはあのご家族、3世代ですね、それからあと、大勢のお仲間で最大6名まで、にぎやかに楽しくお過ごしいただけるって、そういうお部屋のコンセプトになっております。ではご案内します。こちらが、デイルームになりまして、お二人でご利用になった場合はこちらのベッドを中心にご利用いただくんですが、一番の売りはこちらですね、キャビンベッドと呼んでおります。あのイメージとしてはあのヨットのクルーザーの、ベッドを、イメージさせるような、楽しさ、ワクワク感があるという、こちらが、あのキャビンベッド、2段ベッドですね、になっております。これは本当にお子さんに大変人気がございまして、大体お子さんは上に、泊まりたがりますね、伺っていると。それからこういったあの調度類もですね、これは杉パインですねを、使って、おしゃれに上品に作っております。で、こちらの方はあのソファーがこう L 字にございまして、皆さんで楽しく会話ができると、そういった作りになっております。それからですね、あのこちらはあのもう一つ工夫がありまして、6名でご利用いただくので、朝はねあの顔を洗ったりとか、混みますので、ベーシンが2つセットがしてございます。こちらご案内いたします。こちらが2つなんとこうベーシンがございまして、一度に6名さんでも賄えるようになっております。こちらとこちらで、タオルは今治タオルをですね、高級タオルを利用させていただいて、こちらも吹き抜けになってて向こう側がこうちょっと見えるというおしゃれな作りになっております。あとこちらがアメニティがですね、アメニティを、オブジェのようにして、実際にこれ使う歯ブラシとかなんですよ。おしゃれでしょ。これも結構ね評判高いです。ということで、当館で一押しのキャビンベッドを有したこの杉の間で、もう一つイチョウの間という、またあの作りは同じなんですけれども雰囲気が違うお部屋がお隣にございます。ぜひお泊まりいただきたいと思います。どうもありがとうございました。先ほどねいろいろリニューアルしたところをご案内させていただきましたが、この約2年の間に、コロナ感染症の打撃の中で何ができるかということで、個人のお客様を、ターゲットにしていろいろリニューアルをしてきたわけです。で、今日はご案内できませんでしたが、やっぱり当館の魅力は、この環境、眺望ですので、この空気感を味わっていただきたいということで大自然ツアーをやっております。星を見たり夜景を見たり雲海を見たり、それからあの夜のナイトツアーといって散策路を見たり、楽しんでいただいたりとか、それから焚き火のツアーというのもやっております。それから昨年の秋からこれも始めたんですが、毎週土曜日にコロナ撲滅祈願ということで、打ち上げ花火をこの敷地内で上げております。これはすごい迫力です。地元の方からももう定期的に上げているので評判いただいておりますが、これもぜひご体感いただきたいなと思います。美濃山で春夏秋冬いつでも結構ですのでお待ちしております。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ということでこちら、ホームページからまずはクリックして、情報をチェックしてみてください。お申し込みもホームページがおすすめです。
はい、続きまして秩父市インフォメーションのコーナーです。本日は地域政策課より江藤さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。地域政策課の江藤です。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。本日は先ほどのタイトルにもありましたように過疎について考えるということで、ちょっとお勉強な感じですね。はい、はいはい、どういった内容でしょうか。はい、そもそも過疎ってどんなイメージがありますか、皆さん。私はですね、まあ、人がそもそもいないとか、ちょっとご高齢な方が多いとか、はいはいはい、まあ、にぎわってないイメージですよね。そうですよね、はい、なんで、まあ、私もそうなんですけど、うん、まあ、観光で秩父にいらっしゃる方とか外からの人にはあんまりこうイメージないと思うんですけど、はい、実は秩父も過疎がある、過疎地域があるってことを今日はお伝えしようかなと思って、はいはい、来てきました。過疎地域が秩父にもある、はい、なかなかイメージないですよね。ないですね、はい、もう芝桜とか夜祭りとか、うん、まあ、紅葉とか年中観光客で、まあ、今コロナですけど、はい、にぎわってるんで、はい、あんま人がいないイメージないですよね。ないです。なんかそもそも それを言われてしまうと過疎とはっていう感じなんですけども、うん、そうですね、はい、じゃあ早速、はい、過疎について、はい、説明したいと思います。お願いします。はい、まあ、そもそも過疎っていうのは、まあ、地域の人口が減ってしまうことで、はい、その地域で暮らす人の生活水準や生産機能の維持が困難になってしまう状態を言ってまして、で過疎地域っていうのは、過疎法第2条および第41条の適用される要件に該当する市町村ってことで、まあ、具体的に法律で、はい、最新のだと、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法っていうのがありまして、はい、そこで、まあ、人口と、うん、あと財政条件によって指定された地域を過疎地域と呼んでいます、はい、なんかよく地方とか山間部とかなんかそういう過疎ですって紹介されるようなことが多いと思うんですけど、全国で結構あるんですか。それがですね、はい、今度の4月1日に、うん、はい、前回の令和2年の国勢調査 の人口が出たので、はい、新しく過疎地域が追加されるんですけど、はい、あら、その結果、うん、まあ、全国の市町村の半数が半数過疎になったっていうのが最近のニュースにもなってまして、はいはい、じゃあもう 50% ほどはもう過疎、うね、結構リアルな問題ですよね。結構本当に身近な問題になってたということで、はいはい、でちなみに埼玉県内では何箇所かあるってことですか。はい、そうですね、今4箇所なんですけど、はい、今度その4月1日で、はい、この近隣の長瀞だったりとか長瀞港も追加されるので、はい、秩父はほとんどもう過疎該当するってことで、はい、うわー、なかなか大変な話題をお持ちいただきましたが、はい、では実際じゃ、はい、秩父に関して詳細をお願いします。はい、秩父の過疎地域、はい、こんな感じになってまして、秩父でいうとこの、吉田大滝荒川の3つになってます。で一番下がちょっと秩父市の数字載せてるんですけども、はい、秩父市は平成17年に今の形に合併してなったんですけど、まあ、ちょっと前の、旧名で載せてます。はい、でこれらの地域が今過疎地域に指定されてまして、で一番下の荒川村が、今度の4月に過疎に指定されるということで、はいはい、あれですね、大滝村はもう594人ってことで、うん、数字上も分かりやすいですよね、はいはい、だけど吉田町とか荒川村とか4000人ちょいはいる、うん、はい、けれども無過疎、はいはい、っていうのはそうですね、過疎のその要件っていうので、まあ、高齢者の比率とか若年者の比率とか、はい、あと人口減少率、この数値を見て判断されるんですけど、はい、今まだまあ4000人ぐらいいるんですけど、この減少率っていうと、まあ、この40年間でこれぐらい減ってるっていうことで、あ、なるほど、はい、あ、そう思うと 78.1% の減少率って結構言葉悪いですけど、はい、エグい感じですよね。そうですよね、はい、で特にこの大滝村のところは、うん、近年でいうともう20年で、あ、間違えました、5年で 20% 減っているぐらいのスピードで、はい、はい、うわ、減ってるんですね。なるほど、で、はい、今回荒川村が指定ということで、
はい、うわー、とても数字で見るとそれが分かりやすいかと思うんですけど、あれですよね、今回このお話をしていただくにあたって秩父市の直近の人口を私の方で調べてきたんですが、はい、2月1日時点で6万205人なんですが、なんと前月から109人もの方が、まあ、いろいろな理由で、はい、減ってるんですけども、はい、これ、ね、理由とかってご存知ですか？まあ、そうですね、はい、自然減というのももちろんありますし、はい、あとはやっぱ転出超過っていうのが大きいと思いますね。お子さんがそうです、ね、はい、大学に行くにあたって、うん、秩父地域を出てしまう、一回離れるということで、はい、はい、なるほどなるほど。でこういった現状がある中、そもそも江藤さんはね、はい、秩父出身の方ではなくて今回豊島区から派遣でいらっしゃってる方なんですけども、はい、豊島区との違いを、はい、ぜひ教えてください。ちょっと一個言い忘れたの、はい、おごめんなさい、その大滝の話で、うん、現状の一つとして、はい、大滝ってもう、うん、まあ、ちょっと前なんですけど小中学校がもうすでに廃校になっていて、はい、全部廃校、隣の荒川まで通ってるっていう、あー、なるほど、まさになんか過疎を象徴するような、確かにそうですね、状況になってます。はい、うわ、じゃあそういったことで子どもたちもいろいろ影響を受けてしまっているということですよね。そして、はい、そしてちょっと私のホームである、はい、豊島区、なぜ出したかというと豊島区は日本一の高密都市って言われてまして、はい、まあ、面積に対して人口が多いということで、はい、ちょっと比較で出させていただいたんですけど、秩父と豊島区の人口密度でいうと、まあ、例えば秩父市に1人とすると豊島区に、はい、約6人っていう、俺リアルにこの並べてみたんですけど、はい、こんぐらいの差がありますっていうことです。うわー、そう思うとどっちを取り上げていいのか秩父市が極端に少ないのか豊島区が極端に多いのか、まあ、そうですね、両方だと思うんですけど、はい、でさらにまあちょっと驚くところで、うん、この自然源のところ見ていただくと、はい、年間ですね、マイナス400人おっていうのは、そうですよね、死亡が800人に対して出生が400人ぐらいっていうことなんで、はい、まあ、大体最近は年400人ぐらい減っている。はあ、なかなかな数字ですけども、まあ、江藤さん豊島区に住まわれてた時とかってそんな現状、そもそも過疎とはっていう意識したことないですよね。ないですね、むしろ過密に、はい、そう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 、うん、そうですね、そうですね、ちょうど私いる時に8万人達す、人口が8万人達したりしてたんで、はい、むしろちょっと増えてる、イメージだったんで、はい、でも最近あれですよね、コロナで移住する人が増えて、うん、都心部からどんどん人が減っているっていう、はい、はい、ある意味ちょっと都心部にも一回、ね、はい、数が増えているところではあると思います、あるですね、はい、はい、でそういった現状の中、秩父市としてのその過疎に対する対策について、はい、はい、ぜひ教えてください、はい、この人口減少に立ち向かうべく今秩父市が取り組んでいる新しい事業についてご案内したいと思います。はい、じゃじゃんと、こちらですね、はい、お、未来技術に期待という、はい、ということですね、はい、これ今やっていることなんですけど、まあ、特に過疎が進んでいる大滝のところで、はい、未来技術を使ってさまざまな今実証実験をしているところですということで、はい、まあ、山間地域とかは、まあ、本当に人の移動とか、まあ、物流が困難な現状がありますので、まあ、ドローンを使って配送しようとか、はい、これですね、あ、本当だ、はい、医薬品の配送、はい、そうですよね、なかなかその地域で病院がなかったり、はい、そうですね、はい、だけど診療所1箇所になってますので、まあ、で、まあ、配送に加えてちょっとこちらでいいですかね、はい、まあ、離れたところにお医者さんがいて、ビデオをつないでネットワークつないで、診察を受けるという遠隔医療の実験だったりとか、はいはい、で、まあ、薬はドローンで運びましょうとか、そういうことをやっております。あとは自動配送とか、はい、カーシェアリングとか、なかなか秩父ではそこまで聞いたことがないような技術を、そうですね、はい、むしろその私も豊島区にいる時はもうドローンって身近じゃなかったんですけど、うん、逆にこういう過疎地域こそ新しい技術が本当に進んでるんだなっていうのを実感しました、はい、なるほど、
あれですよね、昨年とかも結構あの地域政策課の他の方にご出演いただいて、実際秩父地域でこういったことやってますよっていうご紹介をしていただいているんですけども、本当に秩父でそういったことができるのかっていうところはまだまだ、うん、はい、はい、先のお話になってくるんですかね、はい、ただ、まあ、今実証実験中なんですけど、はい、まあ、これが実現するのは本当に遠い未来ではなくて、うん、もう令和6年度にはちょっともう、はい、あの実装っていうことを目標に今やっているところです、はい、なるほど、はい、じゃあ令和4年になったのであと2年ほどで実際皆さんが体験できる日が来るのではないかということですね、はい、で今回あの未来技術ということでご表記いただきましたが、正式名称としてはそうですね、はい、あの巷では最近ソサエティ 5.0 というふうに言われてまして、はい、うん、まあ、それに関する取り組みはあの地域政策課のソサエティ 5.0 のところであの見ていただければと思います。はい、本日もあの動画説明欄の方にもですねリンクを貼らせていただきますので、ぜひ興味ある方はそちらからご覧いただければと思います。はい、あれですね、江藤さんは2年ぐらいで任期が終わってしまうと、はい、豊島区に戻ってしまうんですよね、はい、でもいらっしゃる間にだいぶ人口を増やしていただければと、ね、ぜひ移住するなら秩父、そうそう、そこら辺の PR もぜひ。そうですね、あの今私、まあ、秩父に住んでますけど、はい、まあ、あのちょくちょくあの都内にも戻ってて、まあ、なんていうんですかね、ちょっと2拠点居住みたいなのをやってるんですけど、うん、それそれでいいとこ取りで、はい、結構楽しんでおすすめしたいなと思います、うん、はい、実際そういった秩父市での暮らしとかもぜひこちらのおもてなし TV でもご紹介を実際にリアルな、はい、させていただきたいと思いますので、ぜひご覧ください。はい、はい、ということで本日は地域政策課の江藤さんにご出演いただきました。江藤さんありがとうございました。ありがとうございました。さあ今日最後は PR 秩父のコーナーです。今日は素敵なゲストをご紹介したいと思います。秩父出身のダンサー筒井瑠奈さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、秩父出身のダンサーということで、はい、ちょっと自己紹介をカメラに向かってお願いできますか。はい、筒井瑠奈と申します。生まれも育ちも秩父です。6歳からダンスを始めて、ジャズダンスとバレエを大野原にあるあのダンススタジオ、スタジオフィッツの方で今まであのお世話になってきました。今はダンサーとして活動しながら、ダンスのインストラクターだったりとかいろんな場面で活動しております。今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。実はもう筒井さんもう世界でいろいろとダンスをされているということで、はいはい、ちょっとそちらについて教えていただけますか。はい、はい、もちろんです。あの一番初めにですね9歳の時にあの海外の舞台を踏んだんですけども、それがあの秩父市の姉妹都市である韓国のカンヌン市っていうところで、はい、毎年行われている青少年国際芸術祭っていうものがあるんですけど、こうもう本当いろんな国から子どもたちが集まってこう自分の国を表現する舞台をこうパフォーマンスして交流をしたりだとか、あとは韓国のそういう古い文化を学ぶ機会があったりだとかっていうお祭りのようなものがあったんですけど、それが一番初めでスタジオフィッツに入ってあの代表である野口奈美さんに連れて行っていただいたのが一番初めの海外の公演でした。はい、すごい、もうなんかこの秩父市がこういろいろと、はい、あの国際交流やっている本当になんか、はい、期待の星な感じで、はい、はい、嬉しいですけれども、はい、そして今はどんなダンスされてるんですか。はい、今はあのチアダンスのインストラクターをあの株式会社チアリングインターナショナルっていうあのダンスチアダンスとあと英語でダンスを教えるっていう教育をしている会社なんですけど、そちらであのインストラクターとして活動しながらこうスクールの運営をお手伝いさせていただいております。はい、はい、ということであのもう映像をお借りして踊っている姿をね、はい、ちょっと今流させていただいているんですけれども、はい、はい、本当にすごくねこうやってしなやかにダンスをされていると思いますけれども、なぜあの秩父から今世界を目指している、はい、ということなんですけれども、はい、その理由っていうのはどんなところですか。はい、まず一番初めはその幼少期からあの野口奈美さんにいろんな海外に連れて行ってもらって講演をしたっていうのが一番初めにこうなんか日本じゃなくて海外で自分を試してみたいって思い始めたきっかけだったんですね。うん、でその後にまあこう
海外で挑戦したいっていう気持ちはあったんですけど、なんかこれといって何っていう、 こう確実な夢っていうものはなくて、自分の中で結構模索していた時期が長かったんですけども、この今あの働かせていただいているチアリングインターナショナルの代表の中山真紀子さんっていう方が、あの NFL のチアリーダー、元チアリーダーの方で、あの素晴らしい経歴をお持ちの方なんですけども、その方にこういろんなNFL の業界のお話だったりとか、経験、素晴らしい経験のこうエピソードをいろいろあの聞いて、そこからちょっとずつこう興味が湧いてきて、自分であのリサーチをしまして、そこで一つすごい自分にこうしっくりくるというか、もうさ見た時にあこれがやりたいっていうものがやっとそこで見つかって、でそのチームに今回は挑戦するっていう、そんな形になりましたね。はい、このこれがやりたいというダンスはどんなダンスだったんですか？はい、NFL っていうのがナショナルフットボールリーグって言って、アメリカの四大国技の一つなんですけども、そこの、テキサス州のダラスにあるチームなんですけど、ダラスカウボーイズっていうチームがありまして、そこについている、ヒップホップと、あとアクロバットがメインのパフォーマンスエンターテインメントチームなんですけど、そこに今回は挑戦してきます。いやでもあの海外ってもうダンスだけではなく言葉の壁もあるじゃないですか、はいはい、その点はどうなんでしょうか？はい、やっぱりこう幼少期から海外に行かせてもらっていて、でそこでまあ英語はあの世界の共通語なので絶対必要になってくるなっていうのも感じていましたし、こう親の影響とかもあって、こう洋楽が好きな、あの洋楽だったりとか映画が大好きな家族なので、それを見ていたっていうのもありますし、あとはあの私のおばがすごくもう4カ国語ぐらい喋れる方がいるんですけど、すごいもう小さい時にあの遊び程度で話しかけてきてくれてた、英語で話してくれてた時期もあったので、幼少期からちょっとずつこう英語には触れてはいたんですけど、あの全然こう英会話教室にがっつり行ったりとかした時期はあんまりなくて、で中学高校ぐらいの時にやっぱり喋れないとダメだなと思って、自分でこう YouTube 見たりとか Netflix 見たりとかしてこう学び始めて、で今あのスタジオフィッツさんの1階の方でスタジオあのイングリッシュフィッツっていう英会話教室があるんですけども、はい、そこ の, あの代表のキャリーさんにお願いをして1時間みっちり英会話教室をしてもらって、そこから自分でこう話せるようにトレーニングをしていたっていうのはあります。じゃあもう本当にこうさまざまな努力を重ねて、はい、ね、はい、もう世界を目指しているということなんですけれども、それでもやはりこのコロナでなかなかそういったところも舞台がなくなってしまうというような事態にもなっているかと思うんですが、最近の活動はどうなんでしょうか？そうですね、このダラスカウボーイズ の, あのチームに1回目挑戦したのが2020年だったんですけども、コロナ真っ只中だったので、あのオーディションもバーチャルで開催されて日本から受けたんですけど、やはりあの渡航ができない状況になってしまったので、もうそこは断念をしたりだとか、あとはもうあの普通にイベントだったり舞台だったりとかっていうのもキャンセルもありましたし、延期になったけどやっぱりできなくて、あの実現できなかったっていう経験ももう何個かしております。それでもダンスを続けていますけども、はいはい、ダンスの魅力って何だと思いますか？そうですね、その海外の経験から一つあのすごい素晴らしい経験、あの思い出があるんですけど、ピョンチャンオリンピックに参加させていただいた経験がありまして、その時に全く私たちのこと知らないのに現地の人が見に来てくれて、こう公演が終わった後に現地の人がこう手を取って、ダンサーの手を取って片言ですごかったよとか、素晴らしかったよとか、あとはあの英語でもあのちょっとあの何だろう、片言英語でしたけど素晴らしかったよっていう風に伝えてきてくれた時がありまして、その時にあのダンスとかパフォーマンスってあの言葉じゃないんだっていう風に感じて、言葉の壁を越えてまでもこうストーリーがシェアできたりだとか、こう嬉しさだったり悲しさだったりっていうのが共有できることにすごく魅力を感じて、すごい美しいことだなっていう風に感じて、そこからもう
さらにダンスが好きになっていったんですけども、はい、その経験は大きいですね。うん、もう今ちょっとなんか語っていただいてるだけでも、はい、ちょっともう目がうるうるされていて、やっぱその時のこうハートフルな思いというのが、はい、今の出演さんを作っているという感じなんですね。はい、はい、すごく感動しました。その時はすごいですね。本当そんなね、あの素敵な方が世界を目指しているということなんですが、今後の何か目標などありますか？はい、そうですね、私がこう海外に行って、あのもう言葉も違ければ環境も全く違うところに行って挑戦をするっていう姿を、あの後輩だったりとか、今秩父でダンスが大好きで頑張っている人たちに見てもらって、私もできるんじゃないかなっていう勇気を与えられるような存在になりたいっていうのは夢ですね。いいですね。本当にすごく素敵ですし、やっぱりなんかこう上手い下手じゃなくて、こう心が通うっていうのはすごく大事ですね。なんか必ずしもダンスがすごく上手くなければいけないとかではなくて、もう好きっていうのが一番最初にあって今でも続けてられているので、今ダンスをしている方だったりとか、あとはもう他の夢がある方でも、その自分が持っている情熱をあの忘れないで、それが第一にあるんだっていうことを忘れないで、これからこう目標に向かって頑張ったりとかしてほしいなっていう、その活力になるような存在になりたいっていうのはあります。すごいです。はい、本当なんかこうね、こう生き生きとされている感じが、はい、私たちも元気をもらえる感じがしますけれども、最近の活動はあの SNS をチェック、はいはい、していただければと思います。動画説明欄にも SNS、はい、あの URL つけてありますので、ぜひそちらもチェックしていただければと思います。ありがとうございます。はい、ということで今日はですね、秩父出身のダンサーということで筒井さんにお越しいただきましたけれども、なんか秩父だとこう今秩父にいらっしゃるということで、はい、なんかどんなあの活動されてるんですか？そうですね、先ほども紹介させていただいた大野原にあるスタジオフィッツで、あのワークショップ等もやらせていただいておりますので、体験も随時あの受付しておりますので、よかったらあの遊びに来てください。ジャズダンスとヒップホップと、うん、あのいろんなジャンルが挑戦できる素晴らしいスタジオなので、はい、はい、よかったらお越しください。もうね、ちょっとコロナで皆さんちょっと太ってしまってそうですね、体動かしに、はい、ありますので、運動不足をぜひ解消して、そうですね、はいはい、楽しく運動できます。はい、そして世界にも触れられますのでお出かけいただければと思います。はい、ということで今回は筒井さんにお越しいただきましたけれども、はい、なんか秩父にいて最近こう春を感じたなっていうなんかありますか？あ、そうですね、最近暖かく、はい、なりまして、はい、あのすごく家で仕事もしてるんですけど、たまにちょっと休憩をして外に出て伸びをしてみたりとか、日光浴してみたりとか、はい、すごくあの今の時期が一番好きですね。おー、そうですか、はい、花粉は大丈夫ですか？花粉症はまだ大丈夫なんですけどこれから来ると思います、はい、もうちょっとね、でも体を動かすにはいい季節になってきましたので、はい、はい、ぜひぜひ筒井さんを皆さんこれからチェックしてくれればと思います。よろしくお願いします。さあ、今日の動画も面白かったという方、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは、はい、なんかもう今度また違う時でも遊びに来てください、はい、はい、もちろんですはい、いろいろまた筒井さんともダンスしたりできればと思いますので、はい、これからもぜひぜひ要チェックしてください。それではまた来週お会いしましょう。バイバーイ。